はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーデイというわけでやっていきましょう。前回はクエストやりつつ、ご飯が作れるようになったんだっけ？あれ？まだか。まだか。ベーコン&エッグがまだなんだ。なんで、もう一冊欲しいよねっていうところで終わったんだね、多分ね。だからもう一冊？もう二冊？くらいあれば、ベーコン&エッグが作れて、私の食料問題が解決されると思うんですよ、当分の間。まあ、少なくとも今飲み物は確保できたので、最悪カビパン食いながら命つないで、なんだっけ、セキリだっけ、お腹壊れたら黄色い菊だっけのお茶でどうにか治療しつつっていう感じでしのいでいこうかなというところですね。で、当分の目標はフェラルホード。フェラルホードが7日目にやってきますので、64体設定なんですよ。さすがに1回目から64体来るとは思いたくないけども、64体設定の狂気設定ということで、もうぶっ壊れっすよね。間違いなくぶっ壊れてるんで、どういうものかということですよ。これ、そのままでいいか。そのまま放っちゃうか。だからどうしようかな。怖いな。あ、お腹空いてる。大丈夫、ここで食べ物出るから。ここで食べ物出て、バンバン剤なんで。リペアして。で、コメントでね、ありがとうございます。そうだよね、ルートしても経験値もらえるんだよね、このゲームね。忘れてました。ダメ。あ、スタミナがもったいない。ジャンプのスタミナ軽減つけたいな、一個くらい。でも、下手したらあれさ、二段ジャンプじゃない。二マスジャンプになって、一気に使い勝手悪くなるからな。それが嫌なんですよね、ほんと。二段ジャンプ、二マスジャンプ、仕様が変わってほしい。せめて端っこでジャンプしても、止まらないようにしてほしい。まあ、走りながらジャンプできるっていうの、走りつか、端っこでジャンプできるっていうのも謎っちゃ謎なのか。なんかね、引っかかるんですよね。出ねえわ。出ねえわ。反対行くか。まあ、土がもらえるのはありがたいことなので、これを肥料にしつつ、なんだっけ、王子作りつつで、役立ちますんでね。よしよし。ポジじゃないか。鉄作る時の材料か。ポジにも必要か。じゃあ結局もういろんなところに必要だわ。どこ？結構広がってきてるぞ、あの。もう一マス下だったりする？じゃらーん。わからないとな。下に行きたくないんだよな、お前。犬とか来たらもう一発アウトだからね。まあどうせ飲み物も食べ物もない時点でアウトなんだけど。死ぬしかないわ。スパイクトラップ設置してる間に多分死ぬわ。3マス目の説が出てきたな。嫌だな。下掘って、うん。そろそろ来い。来たんじゃない？ 4 マス目だったわ、まさかの。まさかの3マス目じゃなくて、4マス目でしたね。はい。あ、そうじゃない。もう一個下。ういー。これっすね。さて、どうやって帰るかだな。一旦斜面作るかも、これは。これでいっか。で、埋めとこう、必要ないところは。多分、ゾンビに追われるんで、今から。埋める余裕ないと思われるので。こっちかな。
よし、じゃあ行こう。あれ、届かない、もしかして。届かない?届かないね。ちょっと掘ればいけるかな。よし。横演習。あー、きついな、これ。まあ、行きます。この状態ではまだ大丈夫なんだ。じゃあ、ご飯食べよう、この状態で。うわ、どっち食べる ?64。今、どっちだと思う、これ。64行っちゃうか。うわ、喉の渇きもったいないから、こっち行きます。で、これ使う。お願い。来い、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 来い。来い、来い。来ない、10個だ。あと1冊だ。あれ。よし、撤収。まあ、いいか、これ。こんな感じ。俺今レベルいくつだっけ ?4 だっけ?ここに書いてある。今あったな。うわ、5だ。終わったわ。ご報告したらもう、いよいよ、あ、もうこれ、諦めるか。諦めるか。死亡による経験値ペナルティありません。この方法は徐々に低下してレベル6でなくなります。よく考えて。あ?徐々に低下してだって。あれ?ちょっと待って。これさ、厚さ保護ついてない?もしかして。どこだっけ?いや、これ80、90ってめっちゃついてるよな、多分な。んなわけないもんね。んなわけないよな、さすがにな。どうしよう。うーわ。経験値ペナルティがないから経験値を、あ、死んで下げるって死ぬからダメか。そもそもが。死んで下げてこれを保護しようかと思ったけど、死ぬのはダメなのか。うん、これも経験値9もらえちゃうんだね。これはしゃあないよ。フェラルフォードまで無理か。あと2日はさすがにレベル上がっちゃうか。うっそー。フェラルフォード終わってからゆっくり雪山と砂漠、一回探検行きたかったんだけどな。このタイミング逃したら当分行けないんですよね。暑さと寒さにポイントなんか振ってらんないから。とりあえずトレーダーに報告はせずに話しかけてみて、それで、売ってるもの見てみよっか。防具見て、防具にどんだけ暑さ抵抗、寒さ抵抗がついてるか、見てみて、うん、それで全然届きそうな感じだったら、俺今の持ってないもんね、防具ね。うん、こんなんだもんな。あんま書いてねえわ、暑さとか寒さとか。それ見てみて、届きそうな数値だったら、80とか90とか、まあそこまでいかないにしても、30、40ぐらいまでいけそうだったら多分、当分は大丈夫だよな。一応見てみるか、こっちの。どんだけ変わるか。書いてあったよな。パーセントかい。あ、10ずつって書いてある。いや、だから今、えげつねえ。バフ入ってんだよな、多分な。寒さ。うわ、寒さ抵抗がでかいよな、多分。そうなんだよ。報告はしない、報告はしない、報告はしない。おー、なるほどね。経験値2500ね。報告はしない。Try anything smart.And you'll get a new start. アーチェリー。え?足攻撃すると敵の足を封じる。ええー、1500円欲しい。ナイトストーカー。これもいいよね。ルーツボウッ
トル。回復買うべきなのかな。回復買いだめするべきなのかな。迷いどころだね。書いてない。これもしかしてスキルで行くしかなくなったんかな、寒さとかのやつ。5ずつしか。Just get the fuck out of here. 5ずつしか入らん。経験値とか書いてある？数値化されてる？5700。10匹ゾンビ倒したら終わりか。Well, look here, boys. We got ourselves a real life hero. 5000、And now, 2500だ he から。wants to be paid. 4、6、24、7、28匹。ああ、28匹フェラルホードまで倒すし、なんならフェラルホードでゾンビ倒すかも、これ無理だ。諦めよう。諦めた。Congratulations. Here's your reward, わ、60sucker. 発。ちょっと待って、それは考えよう。60発はちょっと考えよう。どうしよっかな。60発。クラフトバンダルなんで60発もらえます。Didn't we agree your first 50発job もwas らえ gonna ま be す。free? Damn, this is うわ、all I can spare. と、東ちょい1キロないよね。東なんてそうなんよ、全部南ないよ。南って下に1キロってどこら辺な。ここら辺だな。あー、ここ通れるのはちょっと気になりポイントではあるけども、ちょっとフェラルホード終わるまでスルーしよっか。よし。そしたら、フェラルホード準備に入りましょうか、もう。あ、キノコ。キノコ。これ入らない。よいしょ。あー、種1個も返ってこなかったわ。最悪だ。よいしょ。草は持ってくでしょう。これは沸かさないといけない。あー、待って。ハープって売ってなかったような、このトレーダー。間に合うか。間に合わないな、これ。やめとこう。どっちだっけ？こっちか。変なとこに飛ばされてゾンビの目の前とか最悪だからね。割り込んできてる、ゾンビ。もう走り出すやん、そいつら。最悪だ。倒しとくかも。経験値になれ、お前ら。よいしょ。あれ、夜まだ22時だっけ。近すぎたかな、拠点から。ちょっと近すぎるか。あいつは気づく。先倒しとくか、やっぱり。ああ、当たるな。奥に当たった。手前狙ってたんだけどね。よいしょ。22時か。まあ、多分タープ売ってなかったんでいいや。回収。
私がいつも一番に入ってるから。よいしょ。で、万が一これに後ろ下がってバシッて刺さるようなことがあったら、その時考えよう。Almost close. 喉が渇いたらこれ食べる。あ、卵赤痢ないんだ。なくなったんだ。前お腹壊しまくってたのにね、卵で。よいしょ。ゆで肉。いや、ゆで肉はもったいないよな、今水。水分確保が大変だからな。さてと。ちょっとこれのレシピ見てみるか。16。多すぎる。あ、草は持ってくよ。草は持ってくよ。これリロードしとくよ。15発。無理だな。ゾンビ1匹倒せるかどうかや。コーンとか植えたいっちゃ植えたいけど、硝石が多分足りない。スレッジハンマー、どっちにしろお金まだ足んないね。800円だ今のクエストまで入れて。ハンドガン系がない。スパイクフォージはもう作れるっちゃ作れるんだ。丸石50、革10、はい、一応作れそうだな、丸石さえあれば。どうしよっかな。レベル上げるのが容認しちゃったんで、どうしよっかな。とりあえず建材は持っていくでしょう。木切りまくるか、まずは。そうしよっか。くす。おっ、ティア上がってる。よし、ついてない。アップ。1分20秒。で、どうしようかな、鶏さん。もうちょい上。これぐらい。イエス。そろそろ骨ナイフも作れるのでは？まだか。何？ナイフスキルかな。何スキル？何系統でいくかな、マジ。2個ぐらい焼肉しとくか、もう。仕方ないか。グリルがないわ。グリル買ってない気がする。そうだよね、グリル買ってないよね。鍋あるけど作るか。ゾンビ復活してる？してないね。玉石、丸石ってなんだっけ。粘土と50だから30ぐらいでいいかな。20ぐらい持ってたよね。よし、こっからは今から6日目になるんで、結局1日しかないのか、フェラルフォードまで。いや、2日か。そうだな、明日1日まるまるあって、フェラルフォード当日があるから2日だ。2日あればどうにかなるか。2日あれば。耐えれるかな。俺じゃないよ。ゲよ。お、あるよ。あるゲ。
かわいい。よし。どういう構造にするかまだ考えてないんだよね。というかさ、俺拠点ここでいいの？ティア一番危ない難易度でさ、一番まずい拠点してるんだけどなんなら前回のシリーズよりやばい拠点やってるんだけどよいしょ、あれダクトテープ3つ足りるよな。はい、クラフト、イエス、よし、ベロ作れないかな。そうだよな、まだだ。アンビル、うわ終わったわ。アンビル作れないの致命的じゃね。持ってないよね、かなとこ。かなとこ拾ってくるか買うかしないといけない。アンビルなかったら鍋作れないのでは。ランタンが光ってる、いいじゃん。キコリンするか。キコリン、どうしよう。あと一箇所ぐらいキッチン探すのもありだな。だってもうレベル制限外れたんで、俺ももう諦めること決定したんで。何あいつ、作業員デブゾンビ。デブゾンビ HP 多いから、よし、よいしょ。黄色い花がちょっと少なめなんで、黄色い花は取っていきたいね。うちの拠点がゾンビに占拠されたわ。やっぱレクトは卒業したいよな。チャレンジする。うわあ、フェラルホードの準備しないといけないのに。いやでも仮にここ行って見つけたとしてよ、ここら辺に住めるところってこっちなんだよね。やるとしたらここら辺ちょっとチェックして、トレーダーがないか。これ気になるよな、これ。ちょこんって映ってるやつ。これワンチャン荒れ地じゃないかっていう。だとしたらここら辺に別の高難易度ピラミッドがあるっていう。ピラミッドじゃない。ピザ。探索したい欲が強すぎる。どうしよう。ご飯のめどが立ち始めてきたら探索したい欲が出てきちゃった。お腹すきすぎてどうしようもないのが俺の歯止めになってたのにうっそー、バフ外れちゃうからなーっていう。バフ外れたらもうほんと当分そんな気候の対応するためだけのスキルなんて振ってらんねえからな。当分火力とか防具とかなんかそれ系に振っていかないと生きていけねえもんな。うっさちゃん、どうしよっかな。困ったな、いろいろと。いや、せめてジェンさんは見つけないといけないから、結局クエストやらないといけないか。レベル上げるの諦めたら、1、2、3、4、5、6、7個。8、9、10、あと3
つやって、三つやってジェーンさんに会い、ばっかじゃないの、焼け盛り？焼け盛りなんか住めるわけないだろ。住めるわけないわ、焼け盛りには。砂漠、雪山、荒地。ジョエルさん荒地に飛ばされたんだ。ラスボスみたいな位置になったな。あれだったのに、導入のローフレンド的な、なんか入門キャラなイメージだったのに、一番最初のトレーダーだったから。まさかの荒地に飛ばされました。ゾンビどいたかな。どいてくれたら。うわー、俺の拠点ゾンビが陣取ってるよ。どうしよう、どうしよう。倒すか、あいつ倒さないといけないか。アックスって俺作れんのかな。無理か。採取ツール11、意外と近いっていう。だからさっきの報酬箱をもらってれば、多分1か2ぐらいは近づいてたかもね。2周目やな。2周目期待ってところだね。鉄がある。鉄ちょっと掘らんといけんかな。あれって、あ、わかった、こうしよう。看板はね、多分釘必要なんで、看板の代わりに使えるものがあります。ストレージです。よいしょ。編集鉄、完璧完璧。なんなら4方向から見える看板ができたわ。最高。よいしょ。オッケー。最初これがいいな。いや、素手がいいか。スタミナ消費考えたら素手がいいか。スタミナ消費はお腹の好きだから。よし。諦めてもうやるか。鉄溶かして。鉄溶かしたいもんな。いつも倒すか。あ、看板あれだな。タイムつけよう。今続けよう。あれだな。向こうが透けるようにこれ乗っけるか。良いのでは。いい目印。いい目印。あんな、意外とあの距離だったら来ねえかもな。よいしょ。青空拠点すぎるな、相変わらずの。木植えるかどうか迷うんだよな。この種ダメだな。この種は下が見えなくなる種だ。これちょっと試しに植えてみるか。この種はボツ。多くはダメ。多くはダメ。ダメ種。覚えててね。ここでいいのか、王子。
果たしてここでいいのか。泣かないよな、これ壊されて。いっか。あ、くそ、2マスだった。壊すか。多分1000ぐらいあるような耐久。それとも一発で壊れるのかな。もう、あ、やっぱそうだよな、鍵ありなしだよな。うわ、どうしよう。フォージ1個あげない方がいいよな、さすがにな。うん、これでいいや。レッツ粘土、とりあえずこれぐらいから。50秒。10個。ってことは何分だ。止まったくね。もしかしてこれ燃えない？止まるんだ。笑った。こっち明かりつけたらゾンビ来る可能性あんのかな。なんだっけ。やっぱ、あ、グリル作れるじゃん。よかった。さすがに金とこより前にグリルは作れるらしい。だったら600円出さなくてよかった。もしかして、なんならこれで金策した方がいいまであるな。4円だわ。ちゃんとしてた、ちゃんとしてたわ。 今ねこれ見てね、うわグリルついてるやんって思って絶望してた一瞬。ついてなかったです。2個ぐらいかな、とりあえず。鉄掘りたいっちゃ掘りたいよな。とりあえず鉄作っとくか。他に作っときたいのないよな多分。こうなったらスキル上げ無理か。木切るか。700、え、あんだけ切っても700なの。え、じゃあ報酬の500ってめっちゃでかくない？めっちゃでかいな報酬の500。もう10回復する、でけえ。なるほどな、報酬でかでかやな。これどうなんだろう。6分間お腹が空きにくくなる。でかいのかな。どうせなら数字で出してほしいな。42の62 24。だから全然飲んでもいいんだ。あいつらだな。これ今俺スパイクどんだけ作れるの。37。これクエストやってキーもらった方が今であるか、もしかして。ちょ、一回何売ってるか改めてみよう、ゆっくり。シノトレ変わってたりせん。種ありか。キノコの種とかありじゃね。焼肉72、炭鉱150、ふいご売ってる1500円。ナイトストーカー7巻、足のそれ変わってねえな、そしたら多分。レンジャーさん、変わってないっすね。
75円で50個。買いたくなっちゃうよな。古びたランタン。30円で100個。10個分かブロック。Get the hell out なof るmy ほど store. ね。It's for real customers. なるほどね。あれ？ 30、20。あ、これ食っていいじゃん。64だから今ご飯食いすぎか。もったいないな、ご飯が。スパイダーいるんで、もう一個のレクト行ってみるか。うわ、意外と遠いな。2キロぐらいあるか。1.3キロ。だったらもうクエスト受けてあっち行って、ついでに、やってくるか。うわ、変わってる。東400。南行くか。うわ、東400な。でも多分400ここら辺だよな。うん、そうだよな。ここは南400行って、レクトに会ってくるか。でも金足んないよな。多分1500円だった気がするんだよね、あれ。浄水器。ウォーター。うん、タープ系なんだっけ。作れるやないかい。作れるやないかい。加速させるだけかい、あれは。て、あれがないかも、スクラップが。プラスチック、いや取ってたからあるか、実は実はある。うわ、あのデブに壊されるな。ペラルホードさ、ゾンビの HP 増えたりしねえかな。大丈夫だよな、ペラルゾンビは出てこねえよな、さすがに。ワイルド設定だからって。ああ、49だ。プラスチックはいくら？プラスチック買うのもあり。こんだけ探索してプラスチック49は結構厳しいぞ。よいしょ。プラスチック売ってねえか。プラスチック買うぞ、今なら。うわ。ぼったくれー。ぼったくれー。今まで結構取ってたと思ったから。いっか。じゃあまだ作れない。正確にまだちゃんと作れないってことで OK やな。見かけたプラスチックは比較的取ってきたはずなんで。多分ね。4。ああ、クエストどうしよう。穴掘りクエストもう一個やるか。お腹空いてるもんな。穴掘りクエストもう一回やります。穴掘りクエストやっぱりやります。優柔不断です。近い方やります。I'm gonna make it's a deal. Disappoint me, and そ you'll こ find ら中 yourself on the wrong 穴だら end けに of なthe ってし rope. まう。穴掘り達人なら穴掘り達人。あと2個ぐらいでティア。でもさ、やけもりって、やけもりって、バフ外れてからやけもり連れてかれるのえぐくない？でもジェンさんは意外といいの売ってんだよな、回復系。ジェンさんがさ、ギリギリピザみたいな位置にいてくれたらいいよな。この森からアクセスできるみたいな。買いに行くときだけ、ロケラのパズルだ。買いに行くときだけ、ちょっと、チラッと入り込むみたいね。
小石だった。帰りに覚えてたら小石取る。覚えてないから多分取れない。プラスチックって何から取れたっけな。なんかいっぱい取れるのあった気がするんだよな。待って、あそこも雪山か。雪山ギリギリじゃねえか。動物いたら終わるぞ。微妙に俺お腹空いてんだよ今。これさ、あそこでティア5でさ、ゾンビ落としてやる予定なんだけど、ワンチャン機能しなかった時のためになんかトラップもう一個作っとくべきなのかな。でもさ、カバーできない気がするんだよな。いないよね、動物は。大丈夫そうだね。あそこ高さが高すぎてさ、カバーするために飛び降りたり落ちたりしたらもうそれ事故で死んでると思うんだよね俺。その時にどうしたものかっていう。フェラルフォード食べちゃうか。大丈夫だろ。これでティア6になるから。ティアじゃない、あもうレベル上がったよかった。はい、バフが消えました。初心者バフさよなら。あれ耐性80の90残ってんだが、再起動したら消える可能性ある。バフまだ消えてないやつかい。あれどういうことだ。実はもう徐々に弱くなってくって書いてあったから、ほぼほぼない状態になってたみたいな感じだったりする。それはそれでちょっと嬉しいかもしんない。出れない。ちょっとこのあとクエスト終わったら雪山チラッと入ってみるか。で寒い寒い言い出すかどうか。よいしょ。いやスタミナの回復早え。ありがてえ。待ってこれ飲もう。お腹の減り防止できるらしい。よいしょ。どうよ。は？嘘だろ。難易度上がった？難易度上がった？道中ゾンビは聞いてないよ。難易度上がったなこれ。これさ、もしかしてさ、レベル6なる前にフェラルフォード受けたらめっちゃ弱いフェラルフォードになってたのでは。レベル6なったから初心者バフ外れてゲーム難易度上がったよね確実に。だって今までこのエリア縮小でゾンビ湧いてこなかったんだよ。でも湧いたってことはつまりそういうことよな。まあさすがにこれが理由でフェラルが出てくるとかないとは思うけど、初心者外れたらフェラルなんてそんなバカみたいな話じゃないはずなんで。大丈夫だよ。これが土掘ってる音だよね。よし。初心者卒業。もうこうなったら俺はレベル、ガン上げでいいのか？いやでもガン上げしてフェラル来たらもうほんと手つけられなくなるから、俺がやることは何かっつったら、俺のレベル以上の装備を背伸びして手に入れる。そしたらレベルが上がるまで生存日数が増えている間は、あれないんだけど、もしかしてここ出れないじゃん。そこ掘ったらこの感じ、こっちだよな。もう
俺がレベル上げずに装備を整えれば、レベルが上がったり生存日数めっちゃ増えてゲームステージが上がるまでの間はちょっと有利な状態を保てるわけよ。その状態でクエストを進めてしまえば、あれどこですか？もしかしてさ、難易度上がったら深さも増えるとかねえよな。難易度っつか、いや違う、俺レベル上がる前に降り始めたから深さ調整は入ってないはず。あったわ、めっちゃ深くね？マジそんな深いことあんの？これゾンビ結構湧くような。まあいっか、ベーコン&エッグ、1匹2匹3匹4匹4匹ぐらい、そしてシュー、ちょっと雪山入ろっか。体が濡れてます、体が濡れてます。オーマイガー、動物おる。お肉か、お肉が歩いておる。くっそ、どうしよう。うわ、どうしよう。どんだけ強いかがわからん。でもお肉は貴重だよな、お肉は貴重だ。うわ最悪、変な設置の仕方になった。4つ、5つ、5つできます。ゾンビ来ねえよな、ちょっとゾンビに近すぎたか。当たんない。ちょい上か。めっちゃ上飛んでってんな。あ、これぐらいか。マジ。ちょ待って。新しい棒を作れたりしない。行くぞ。先。そう、先入ってくれ。え、まあ、走ってたよなこいつな。よしよしよし、オッケー。これダメだな多分、これ死ぬかもしんない俺。いやー、分かってるならもう使うか。作ろう。10個ぐらい作ろう。さっき引き切ったし。あ、しゃがむの忘れた。一発目。あ、終わったわ。終わったわ。マジそれ。ジャンプして抜けるとか聞いてないんだが。やばいやばいやばい、まずいまずいまずい、まずいまずい、まずいって、まずいって、まずい、まずい、やめろ、危ない危ない危ない、ああ、嘘だろ、それは聞いてないって、聞いてないって。おいおい、変だ、へこんでるとこに作らなければよかった、マジで。やばい、おいしょ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 、うわっぱしょおいしょ、
うわ、びしょ、痛い。スパイクトラップ俺に刺さった。やばい、一発でも投げられたら痛い、痛い、死ぬ、死んだ。めっちゃ強いじゃん、強すぎだろこいつ。こんなに強いんかこいつ。やばい、俺の装備が守護神に守られてしまって、やばい、終わった。弾入ってるこれ、一発ぐらい。うわ、拠点に弾置いとけよかった。いや、開幕の一発目しゃがまなかったのマジで痛えな。復旧装備がないです。終わってる、終わってる。いや、嫌な予感はしたよ、嫌な予感はしたけど、さすがにこんだけ頑張ればどうにかなるだろうと思ってましたし。これ多分難易度関係ねえよな、単純にあいつに殺されてよな。くそ、武器ショットガンのパイプライフルあっても弾がねえんだよ。待って、パイプ、パイプ、パイプピストル8413、でも弱そうだな。木切らなきゃ。はあ、初心者バフ外れた途端にこれかよ、最悪だ。マジ最悪だ。まあ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 、でも楽しんでるよな、これでこそセブンデイズトゥーダイだよな。多分久しぶりにセブンデイズトゥーダイをちゃんとちゃんと楽しんでる気がする。あー、もうやだー、やだーって言いながらめっちゃ嬉しい、楽しいわ。ピストル、くっそー、マジかよ。そうだよな、防具なも持ってねえもんな、草しか生えてねえもんな俺。うわー、美味しいご飯食べた後でもったいなすぎだろ。そういえばご飯作っとこう、帰ってきたらご飯が、あったかいご飯があるようにしよう。よいしょ。最悪だ。でももう、一生分のご飯はあるわ。一生は言い過ぎ。ああ、最高。もうフェラのホードまで。ご飯は困らんわ。よく出したな。26も作れるんだったら。26だっけ、あんなに作れるんだったら今、あれあれ、あ、やった、もしかして俺これ、あぶねえ、サバンなくなったかと思った、マジか。あー、アロ、あ、羽飛んの忘れた、いっか、どっちで拾えばいいか。いや、あいつマジ強すぎだろ、あんな強い、あんな強いことある？いや、全然作れない。あんな強いことあります？マジか。30ダメージ。はあ、絶望だわ。あいつとまとめに戦ったことなかったか、じゃん。
雑魚い、雑魚い武器持って戦ったの。いや、走ったら逃げ切れたのかな、あれ。わかんないんだよね。足が速くてさ、あいつの。もう、ちぎれないって思っちゃって、スパイクトラップにかけるしかなかったんよな。いるのかな、まだあいつ。羽拾えてなくね。どうしよう。高台ない、どっか。何がない。羽いて。分かった。あれは？あれ石だよな。回復間に合うわけないもんな、あれ。いや、来てきたね。どうしよう。うわ、寒いし、最悪。とりあえず俺が戦ったのは完全に無駄になったということでよろしいか。これこいつフェラルなってない、もしかしてなってないか。完全に無駄になりました俺の戦いは。いい役だ。さ、いい役だ。何のせいかも得られませんでした。どころか死んでます。成果どころか死んでます。最悪です。蛇の声がした気がします。しかも大切な木を大量に使ってしまったし、もうスパイクトラップあっちに作ったせいでダメだ。もう分かったことは、スパイクトラップじゃあいつは倒せないと。木のスパイクトラップごときじゃ、あれが仮に俺平面だったとしたら多分4つぐらいしか置かない状態で戦い挑んでたんだよ。だからもっと立ちが悪いことになってた可能性あるよね。うわー、あの挙動は知らないって。何割削れてたんだろう HP。 うわー、開幕一撃。うわー、30だ。開幕の一撃しゃがんで撃たなかったのマジで痛いかもな。あれしゃがんで撃ってたらだいぶ開幕で差つけれてた可能性あるもんな。うわー、もっと早く銃抜いてもよかったな。ショットガンも拾ってんじゃん。うわー、300ダメージは入れれてたもんな。いや、いけると思っちゃったよな途中。悔しい、悔しい。今のはちょっと最初の死亡は仕方ないにしても、今のは俺から仕掛けたからな完全に俺やったもんな。 8.1 だから80ダメージ出るってことか、これショットガン。うわぁ、微妙だな、80ダメージ。うわ、微妙。いらんか。6発、サブ68、180。
いや、これぐらいだったらやっぱこれ使うよなってなるか。いや、待て待て、やっぱこれ持ってこう。これ弾蹴散るためにちょっと来やすく使えないじゃん。来やすく使える武器が必要だ、俺には。で、今スタミナが結構余裕あったんで、スレッジハンマー使えるかもしれない。スレッジハンマー使えるな。スレッジハンマーに乗り換えもありだな。松明は必要か。で、コメントでね、チェスト見つけても、どうやってこじ開けんだっていうのがあって、確かにってなったわ。ロックピック2個じゃ開かねえもんな、絶対。ロックピック2個じゃ無理だよ。飲み物。草はまあ持っていく。ショットガン一旦しまう。飲み物は沸かす。多頭分の目標は、当分の目標は何だろうか。プラスチックとりあえずあと50集めたら、あれ、待って、プラスチック100でいいんだよね。ダクトテープ4。わ、ダクトテープが足んねえよ。ダクトテープもそれまで集めなきゃ。槍いらないか。いろいろ武器持ちすぎなんだよな、使わない武器。スパイクは絶対じゃん。スパイク作ろうよ。何個作れんねん。30個しか作れねえよ。とりあえず報告して考えよう。今、キー500って言われたら俺、乗っちゃう気がするな。いや、でも、ツールが来たらツールでもいい。ないのかい。足とはいらない。俺は、選択肢6ビッグしかないって。もうご飯確保できちゃったし。250ってどうなの？ゾンビ倒せんのかな？持ってくか。持ってこう。埋められた南。東が行きたいんだけどな。ここですね。無事死亡したので、ご飯も確保できて、飲み物は確保できてないけど、まあ、エラル前日ではなりますが、次回から拠点作りましょうか、もう。もういらんことやめて。あっちだ。頑張って切った分、全部チャラにしたからな、さっきので。終わったわ。終わったわ、ほんと。何やってんだ。キコリスキル欲しい？一応防御力ついてんだな。待て、防具もしかして作れる？うわ、ティア上がってる。ちょっと防御力どんだけ変わるか見てみるか。上の5って意外と重たいよな。防御力が全体的に上がるんだったら支払う価値はある。よし。頭が一番あれなんで、もっとつけたくなるんで。2.7でかいか。
1.7 はでかいな。作るか。そうだよな、作ろう。待て、グローブか。サンダルに見えてたわ。よいしょ。では着用、愛憎、着用、 OK、 OK、 というわけで今日はこれで終わりにしましょう。次回フィラル報道準備。多分鉄5個ぐらいじゃ無理だよな、スパイクトラップ作っても。多分10個だよな。何秒燃える？いいじゃん。でも鉄がないわもん。というわけでご視聴ありがとうございました。10個までしかスタックできない。今なるほど。じゃあ1個だけ持っていくか。おお、すげえ、めっちゃ回復する。というわけでご視聴ありがとうございました。政治家でした。